ちょっと酒ばかり飲んでるからダメなんだ。ちょっと君。さっきからずっとじゃがまるくんを凝視してるけど、買わないのかい？買う気がないんなら、他のお客さんに迷惑だから、悪いけどあっちに行ってほしいんだけど。わかり。お腹、すいた。おーい！君！おいしい！で、君、あかりくんは旅の途中で観光がてらオラリオに寄ったと。すっごくおいしい、このじゃがまるくん。おーい、話を聞け。それもともとは僕のまかないなんだぞ。え、まったく、いきなり空腹で倒れるとか、どういう観光客なんだよ。すみません。お金はメノちゃん。あ、連れの子に全部お任せで。連れの子？じゃあ君は一人で来たんじゃないのかい？はい。街で人混みに揉まれてはぐれちゃいましたけど、メノちゃんっていう美人さんと一緒だったんです。友達と一緒だったのかい。はぐれたのは心配だね。はい、これは運命だって思ったくらい衝撃の出会いをした子なんですけど。どこに行っちゃったんだろう。運命？はっ！もしや！ん？何ですか？君もベル君と同じで、運命の出会いとか憧れとか言って、男女に出会いを求めちゃう人種だったのか？よくわからないですけど、それはないかなーって。完全に見失ったわね。そもそもこの辺りにこんな規模の大都市があったかしら。あの子のことだから、そろそろお腹が空いていい匂いのする市場にでも迷い込んでいると思うけど。はぐれたのは失態だわ。市場を探し回るだけでも骨が折れそうな広さね。待ちなさい。あ？なんだよ姉ちゃん。ファウストからスリなんていい度胸ね。今取ったもの返しなさい。あ？ファウスト？意味わかんねえこと言ってイチャモンつける気かよ。おお、どうしたよ兄弟。この姉ちゃんが、俺っちがスリだとかなんくせつけてきてさ。
ああ、そりゃいけねえな。詫び入れてもらわなきゃな。聖職者であるファウストのことすら知らないチンピラ。ね。こういう輩の行動はどこも変わらないわね。ああ?舐めてんのか、てめえ。口の利き方教えてやる。やめてください。え?てめえはリトルルーキー?か弱い女性に暴力なんて。いえ、ここには僕たちよりよっぽど強い女の人がたくさんいて自信を失いますけど、とにかく女の人を囲んで乱暴するなんて見過ごせない。処刑人になってからこんな扱いをされるのも珍しいわね。この子すごくお人よしみたい。こいつらまとめてやっちまえ。動力接続。うわ、魔法すごい。手を貸してくれてありがとう。ついでにもう一つだけお願いがあるんだけど、いい?あなた腰を抜かしてしまうくらいお人よしみたいだし。え、あ、はい。僕にできることだったら、もちろん。ありがとう。と、その前に、自己紹介が先ね。私はメノ。清く正しく、そして強い神官よ。じゃあ、その、メノー君?彼女と合流できればいいんだね。はい!そうすれば、ジャガマル君のお金も払えるかも!かもなのかよ。まあ、まかないだから、それは別にいいんだけど。僕のアルバイトも終わる時間だし、観光案内がてら、一緒にそのメノー君を探してあげるよ。本当ですか?ありがとうございます!一応その子の特徴を教えてもらえるかな。メノちゃんは新刊服で頭に大きなリボンをつけてて、すっごく強くて。あなたに案内してもらえて助かるわ。この町オラリオだっけ。ここは初めてだから。あかり、はぐれた私の連れを探すのにも途方に暮れちゃって。あ、大きな町ですもんね。僕でも未だに行ったことがない場所もありますし。メノーさんが行きたいって言ってた市場はもう少し先ですね。何?あ、いえ、さっきの魔法?なんていうか、すごかったなって。大したことはないわ。あなたの戦いぶりを見た感じ、余計なことしちゃったかもね。いえ、僕なんかまだまだ、みんなに迷惑ばっかりかけてますし。そう。あかりさん、市場にいるといいですね。ええ、案内、よろしくね。